皆さんこんばんは。12月23日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私ルシ横須賀、コメンテーターはイーヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。ソニーの新携帯ゲーム機プレイステーションビーター発売、 YouTube に初音ミク公式チャンネル、 KDDI が AR 技術の新ブランドサッチを発表、コナミがファン参加型企画ソーシャルファクトリーをスタート、ルーブル美術館が館内の案内に任天堂 3DS を採用、セカンドライフブログにて感謝をテーマに特集記事。まず最初のニュースです。12月17日、ソニーの携帯ゲーム機の最新機種プレイステーションビータが発売されました。プレイステーションビータは、携帯型ゲーム機、プレイステーションポータブルの後継機種で、3D 描画を意識した任天堂 3DS とは対照的に、タッチ操作やネットワーク連携を重視しています。有機 EL の大画面タッチディスプレイと、背面タッチパネルが特徴で、Wi-Fi を標準搭載しているほか、上位機種として 3G 通信が可能な機種も用意されており、ドコモとプリペイドカードの提携を行って、購入してすぐに 3G 通信で遊ぶことができるようになっています。この他にも、プレイステーションポータブルからの基礎機能に加えて、モーションセンサーやカメラなども搭載しており、Nintendo 3DS や iPhone などのスマートフォンと比較しても、引けを取らない機能になっています。今回はこのプレイステーションビータと同時に公開されたローンチソフトの中から2つのソフトを紹介します。1つ目のソフトはみんなと一緒です。みんなと一緒はソニーの猫型人気マスコットトロを中心としたコミュニケーションソフトです。プレイステーションネットワークのフレンドを増やし交流を深めるためのソフトです。プレイヤーはフレンドロビーと呼ばれる交流所で名刺交換を行いフレンドを増やします。ロビーは通常のロビーの他に、ツイッターで相互フォローしている人のみが表示されるツイッターロビーと、リアルで近くにいる人と通信を行うアドホックロビーも用意されています。名刺交換と同時にフレンド申請が行われ、了承されると自分の庭にフレンドのアバターが常駐するようになります。自分の庭に常駐するフレンドには、庭に発生するクエストを依頼することができます。クエストをこなすとポイントが入手でき、アバター用のコスチュームや名刺の購入、庭の拡張などに使用することができます。また、仕事を依頼されたフレンドにもポイントが贈られます。アバター同士で会話することなどはできませんが、Twitter の連動機能を使用している場合、フレンドが行った最新のツイートを庭の中で確認することもできます。ビータにはネットワークを通じて他のユーザーと一緒に遊ぶソフトも多いため、みんなと一緒は交友を広げ深める有効なツールになりそうです。みんなと一緒はプレイステーションストアで無料でダウンロード可能です。もう一つはコナミの提供するAR コンバートデジ級、友達戦車隊です。このソフトは2001年にコナミが発売した赤外線で操作するミニラジコンデジ級シリーズを再現したゲームです。AR 技術を用いてゲームフィールドを形成するようになっており、ビータに搭載されているカメラを使用して現実のテーブルの上をミニラジコンのバトルフィールドにすることができます。近くにいる他のユーザーと通信を行うアドホック機能を利用し、2人から4人まで一緒に遊ぶことも可能です。最初に決めた基準点さえカメラに映っていれば、場所を移動しても遊べるため、様々な視点からラジコンを操作するように遊べます。AR の基準点にしやすいように専用のマーカーも用意されていますが、マーカーがなくても気軽に遊ぶことが可能です。思わず持ち寄って遊びたくなる友達戦車隊は、無料のお試し版が配布されているので、ビータがあれば気軽に試すことができます。
製品版も800円とお手頃な価格で提供されていますが、1月16日までは特別セールで500円で販売されています。次のニュースです。YouTube と初音ミクの話題です。Google のウェブブラウザ、Chrome の CM キャンペーン、Google Chrome グローバルキャンペーンの新しい CM が YouTube で公開されました。このキャンペーンで制作された一連の CM では、レディー・ガガやジャスティン・ビーバーなど世界的トップアーティストが出演してきましたが、初の日本のアーティストとして初音ミクが登場しました。初音ミクが登場する新 CM は、初音ミクを開発したクリプトンフューチャーメディア株式会社とセガを中心に、世界のクリエイターや初音ミクファンの協力で制作され、共に作り上げていく初音ミクらしく、CM のコンセプトも Everyone Creator、 あなたのウェブを始めようというものです。無数のクリエイターらがウェブを通してつながり、彼女を使った曲やイラストなどの創作が世界的なムーブメントとなっていく様子が描かれています。 CM は16日から公開され、楽曲には初音ミクのヒット曲をいくつも制作した音楽プロデューサー、ライブチューンの KZ 氏によって書き下ろされた Tell Your World が使用されています。また19日には YouTube に初音ミク公式チャンネルが開設されました。この公式チャンネルでは、公式動画とともにクリエイターの動画、パートナー企業とのコラボレーションで制作された動画を公開していく予定とのことです。YouTube のパートナープログラムにも参加しており、自社音楽レーベルカレントの楽曲クリエイターの音源データを YouTube のコンテンツ管理システムに登録し、Google から広告収益の分配を受けることができるようにしているとのことです。クリプトンフューチャーメディアでは、YouTube を通して得られる広告収益の一部を、これらクリエイターに還元するということです。みやさん、このニュースいかがでしょう？はい、ですね、初音ミクだからということでコメントをするわけではないんですが、このニュース、私はですね、大変、面白いなというふうに思っています。初音ミクは、去年、今年ですね、北米のトヨタのコマーシャルでも、もちろん出演しているのもご存知の方多いと思いますし、また、LA でもって行われた初音ミクのですね、バーチャルコンサート、には、もう数万人の人が集まって大盛況だったというようなことを収めています。昔からですね、バーチャルアイドルというようなことでもって、いろいろな方々が、トライしてたんですけども、なぜ初音ミクがこれだけ大きくなったかというと、私はですね、これは、みんなが作ってきたといいますか、この、ソーシャルというような、インターネットの中から生まれてきたというところが、誰か一人が作り上げたっていうものではないところの凄さがあると思っています。で、実はですね、これは Facebook ですとか、Google プラスのような SNS やそういうようなコミュニティと実は何ら変わるところはないのではないかなというふうに思っています。もちろん Facebook とかそういうものに関しては、システムがあり、ソフトウェアがあり、で、そこの中でもって人々がいろんなものを作ってやり取りしているっていうような現象が、会社名ですとか、そのブランド名でもって一人歩きしてますけども、現象として見た場合に、初音ミクというそのアイコンのもとにですね、いろいろなクリエイターが各々作り、それに参加することによって、これだけ大きなムーブメントになり得た、また新しい文化のですね、発祥にもなり得たということは、すごく大きな、まず一つ注目するところじゃないかと思っています。特にですね、嬉しいことに、やはり日本のですね、ものづくりといいますか、日本人が、いろいろな形でもって作ってきたサブカルチャーですとか、いろいろな技能というものが、その中に注入され、で、それが世界中から注目を受け、今、初音ミクを知らない人はいないぐらい、特に北米ではですね、すごい有名になりましたし、また、実際にですね、今回のように、Google のコマーシャルに日本人として初めて登場するという、日本人かどうかっていうのもまたね、議論を醸し出すかもしれませんが、こういうような現象が起きてる。で、やはりね、日本人らしい、世界に対してコンテンツを配信するっていう観点から言うと、この初音ミクみたいな現象っていうのも、これからも、どんどん生まれてきてほしいなと思いますし、初音ミクみたいにですね、
ものを作るのは、例えば Google のように巨大な資本がなければいけないかというとそうでもなく、逆に Facebook のようにですね、まあ、ある程度大きくなってベンチャーでお金を集めなきゃいけないかというのではそうでもない。インフラはいろいろな場所がある、いろいろなコミュニケーションの場所がある。セカンドライフもその中の一つだと思っていますが、要は多くの人たちが参加をし、それでもって大きなムーブメントを作り出すことができる。この事実を、みんなが認識をし、それをもっともっといい方向に、また新しいものに向けていく。これが21世紀の新しい動きじゃないかなと思って、まあ、この年末最後の、VWC のニュースですけども、この記事を取り上げました。ですね、本当にただ、ミクちゃんが、コマーシャルに出たわーいというレベルではなく、日本で生まれたこのものづくりのコミュニティカルチャー。これはですね、どんどん世界に対していろんなものを発信していったらなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。次のニュースです。12月15日、KDDI が、オーギュメンティッドリアリティ、AR 技術の日常化を目指す新ブランドを発表しました。この新ブランド、サッチには、察知する、さっとかざしてチェックするという意味合いを込め、世界は見えているよりもっと楽しいをキーワードに、AR 技術を身近なものにし、便利に使ってもらうという取り組みを進めるものだということです。ブランド戦略の第1弾として、12月15日から iOS と Android 向け画像認識型モバイル AR アプリを開発できる Satch SDK を開発者に無償で公開しています。また、同 SDK で開発されたアプリの紹介やコンテンツ再生ができる AR ブラウザ、サッチビューワーも提供し、AR がより身近に楽しめる環境を作る考えです。SDK には9月に業務資本提携したフランストータルイマージョンの画像認識エンジン D-Fusion を使用し、二次元バーコードなどを使わずに雑誌の表紙といった一般的な画像を読み取る AR アプリが開発できるということです。SDK で開発した AR アプリは AU1 マーケットへの登録が必要となりますが、マーケットでの配信に制限はありません。すでに複数の企業が SDK を利用した AR アプリを採用しており、同日に行われた発表会では、江崎グリコ、サントリー、森永製菓、ルイ・ヴィトンなどのアプリが公開されました。また、この発表会では、バーチャル試着が可能な AR アプリも紹介されており、来場者の注目を集めていました。次のニュースです。12月16日、コナミが同社の通販サイト、コナミスタイルにて、ファン参加型の商品とサービスの検討コーナー、ソーシャルファクトリーをスタートしました。このコーナーは、Twitter や Facebook などの各種ソーシャルサービスを利用してられるユーザーからの意見や要望について、多数の人と意見交換しながら、新たなサービスや新商品について考えるファン参加型コーナーです。意見や要望の多いものは、このコーナーを通して具体的に検討し、実現を目指していくということです。コナミスタイル側からも、商品やサービスについてユーザーに相談する場合もあるということです。ソーシャルファクトリーへの意見や要望は、ハッシュタグ、ソーシャルファクトリーを使用して、ツイッターでツイートを行うことでリクエストを行うことができます。各プロジェクトの進行状況などは、コナミスタイルの公式ツイッターアカウント、あとコナミスタイルでも随時公開される予定です。ソーシャルファクトリーに積極的に参加することで、自分が欲しい商品やサービスを直接メーカーに伝えることができる試みとなります。自分の思いついたアイデアなどを実現してもらえるチャンスがあるかもしれませんので、興味がある人は各プロジェクトに参加してはいかがでしょうか。現在、ソーシャルファクトリーでは、ラブプラスやときめきメモリアルのファングッズの生産数検討や、リズムゲーム、ポップンミュージック2の関連商品のアイデア募集が行われています。次のニュースです。フランスは、パリのルーブル美術館が、
館内のツアーガイダンス用の端末に Nintendo 3DS を採用することが分かりました。ルーブル美術館では館内での貸し出し用に5000枚もの 3DS を納入し、来年の3月から運用するとのことです。使用されるコンテンツはすべてルーブル美術館の監修のもと、任天堂が制作を行うということです。テーマ別の旅行日程を選択し、ディスプレイされている作品について、7カ国語で記録された論評を聞くことができるようになるということです。ルーブル美術館では、現在でも年間850万人の来場者のうち、約 4% にあたる34万人が、昔ながらの音声ガイドを使用しているということで、この音声ガイドをタッチパネルなども活用できる 3DS に変更すれば、これまでの音声ガイドよりも幅広い来場者にアピールでき、使い勝手が良いということで、今回の導入が決まったとのことです。なお、ルーブル美術館では、他にも iOS でのガイダンスアプリも提供していましたが、こちらも今後、有料コンテンツの追加などを行い、拡充を図ることを検討中とのことです。次のニュースです。セカンドライフブログのインワールドの項目にて、様々なゲストブロガーが感謝をテーマにした記事を綴っています。今月のインワールドブログの企画は、様々な SL 内のゲームの紹介が行われていましたが、今月の企画は、感謝と愛の共有ということで、12月13日と14日の2回に分け、8名のゲストブロガーのメッセージが掲載されました。どのように今の活動に出会ったか、また SL でどのような人に出会い助けられたか、様々な物語が紹介されています。SL 内でヨットの活動を通して交流を深め、また別れに出会った人、車椅子というハンデを SL を通して理解を深めた人、 SL 内に仮想の中世の修道院を再現するプロジェクトを様々な協力で成し遂げた人、他にもたくさんのエピソードが紹介されています。この機会に自分の SL の活動を振り返り、周りへの感謝を再認識するのもいいかもしれません。次は私ルシュのピックアップコーナーです。2010年6月25日付のピックアップコーナーでご紹介した飛び出して見えるの水木さんが、ご友人の柳さんと共同絵画展柳水木展を行うということでお邪魔してきました。会場はアークシムにある NPO 法人 CO2SOS のギャラリーです。ここでは今月15、16、17日と東京ビッグサイトで行われたエコプロダクツ2011のブースからお客様にセカンドライフにログインしていただき、この絵画展をご覧いただくという取り組みも行われました。CO2SOS は地球温暖化問題に関する共感と協力の輪を広げようというスローガンのもと、地球温暖化問題の解決のために世界中の人々が共同する持続可能な社会の実現を目指す NPO 法人です。ギャラリーと同じ敷地内にあるセカンドライフの CO2SOS の事務所には、日本各地の協力者が測定し、送信した CO2 濃度データがリアルタイムで公開されています。エコプロダクツのブースではこの様子を見ることができ、またセカンドライフでのエコライブトレイン2011ウィンタースペシャルをアバターを操作して体験ができたり、パソコンを使ってのエコクイズや、昨年から始めたエコ教室の様子や教材が紹介されました。記念品として、ヤナさんと水木さんの作品のポストカードが配布されました。500枚準備されたこのカード、お客様大変喜ばれて、すべてプレゼントできたそうですよ。エコプロダクツのブースから実際にセカンドライフにログインされてみたお客様は、仮想世界が本当にあるんだと感心されたり、ギャラリーやブースにある絵画がセカンドライフ内に実在する場所であるということに驚かれたり、セカンドライフにギャラリーを作れば
誰でも簡単に個展が開けるということなどを理解されたようです。ヤナさん、美月さんの作品にも深い興味を示され、アップにすると見応えがあること、めくれる形の絵本での展示方法などにも関心が集まったようです。セカンドライフの楽しい雰囲気が伝わり、ほとんどの方が今度見てみようと話されていたというのは嬉しいことですね。CO2SOS 代表のハルブローチさんは、今年12月9日放送の市民放送局の対談番組にもご出演いただいていますので、活動に興味のある方はぜひ VWBC の YouTube アーカイブをご覧ください。セカンドライフでの柳水木展もまだ開催中です。素敵な作品集やカレンダーのお土産も用意されています。ぜひアークシムを訪ねてみてくださいね。それでは皆様、良いお年を迎えください。以上、ルシのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。